大切なのはフレーズじゃない、言う内容じゃないっていうのがあるわけですよ。あ、皆さんこんにちは。ナンパしてて、ネットにですね、じゃがりこを落とすといいみたいなのが書いてあって、それやってるんですけど、あんまうまくいかないんですよね。どうしたらいいですかね。あ、落とし物しましたよってじゃがりこ渡すやつね。あ、そうです。あ、それ昔からあるやつですね。いろいろみんなそれ、じゃがりこを変えて千円札落としましたよとか、住民票落としましたよあ、これ俺のかみたいな、いろいろみんなバリエーション考えてやってるやつですね。初心者には難しいって言われてて、なぜなら資料とかも出るともう途端につまんなくなるので、かなり空気とか面白い空気が出せるようにならないと厳しいので、初心者は無理ってよく言われてますよね。というわけで、大切なのはフレーズじゃない、言う内容じゃないっていうのがあるわけですよ。だから雰囲気とか面白い空気感とか、どっちの方がもう断然大切だよっていうところですよね。ナンパでテンプレとかはうまくいかない理由は全部それですね。最近自己啓発系とかコミュニケーション系でもメラビアンの法則とか言うじゃないですか。人が何か話すときにはノンバーバルが 93%、 バーバル要は言語内容ですね、 7% って言うわけですよ。だから喋ってる内容よりも言い方、雰囲気とか空気感とか、声のトーンだとか、声の張り具合だとか、表情だとか、態度とかね、そういうのが脳がよっぽど重要だっていう話ですよ。実は9割以上あるっていうやつがですね、心理学者が心理実験として発表出したやつですよね。なのでビビりながら暗い感じでじゃがりこ落としましたよって言ったとしても、結局それ 7% 言葉でどんだけおもろいこと言ってたとしても、残り 93% が非言語のまま暗くジメジメしてくる、空気出してしまうと、そのナンパで伝えてることの 7% は面白いこと、残り 93% は暗いどんよりした空気になるので、そんなもん相手に伝えてることの9割以上が暗くどんよりした空気感なので、そんなもん女子からするとしんどいわってなりますよね。ダッシュで逃げますよっていう話です。だからそのネガティブな空気と緊張もそうですけど、それを伝えられても困るよっていう、だから無視されても決まってるって話です。特に実はこうポジティブとネガティブってどっちが伝わりやすいかっつうと、実はネガティブな空気の方が伝わりやすくて、一生懸命無理して表面的にこうすげえポジティブな感じ作っても、どっかで緊張してそれがすぐバッと相手に伝わるんですよ。だからこのメダミアンの法則は実はポジティブな内容かネガティブな内容かでまた違ってくるわけですよね。でこれ心理学とかで共感性とかミラーニューロンっていうやつになってくるんですけど、ケイさん、なんでネガティブな情報って人に伝わりやすいか分かります？なんでですかね。なんか損しちゃうからとかですか。損しちゃうから。例えばさ、爽やかな挨拶したら爽やかに、はい、でもなんかイライラしてるやつにブスッと見せようって言うとそれバッて伝わらない。あ、されますね。それ影響すごい受けない。はい、受けます。爽やかって別に忘れるやん。はい、うん、ネガティブな情報の方がなんかインパクト強いと思う。そうですね。うん、はい。でそれって実はそういう風に人類は作られてるんですよ。これなんでかっつうと、人類が言語獲得する前、これずっとやってたことで、例えば霊長類とか、それこそもっと古い昔の哺乳類だとか、言語を介さずいろいろジェスチャーとか鳴き声とかでいろいろ状況を伝え合ってたわけですけど、哺乳類とかって2億年前からいるわけですよね。で霊長類はな6000年前ぐらいからに枝分かれしたわけけど、人類は600年前ぐらいですかね。人類言語獲得したのは10万年前ぐらいなんですよ。すごい歴史浅いんですよ。だから今まで我々はほぼノンバーバルでコミュニケーションしてたんですよね。泣き方とか。で、なんでポジティブな情報よりネガティブな情報の方が優先的に伝達されるかって言ったら、それは生物にとって危険な信号を発する方が優先順位高いからですよ。天敵が現れたとするじゃないですか。狼が現れたとするじゃないですか。そしたらもう真っ先に他の群れに伝えないといけないわけですよ。うわぁ、狼だみたいなこと。狼だって言ったら自分の身に危険になるでしょ。でもそれより周りの味方に伝えること、仲間に伝えることの方が優先なんですよね。だからなんか怖いもの見るとギャーみたいな、我々本能的に叫んじゃうわけですよ。そうやって周りに伝えるみたいな。でこれ鳥類とかもそうで、鳥の群れがワシとかを見かけると、その気づいたやつがまだ鳴くわけですよね。そうすると周りに電波してみんなチリチリバーッと散るみたいなのがあってですね、つまり一番伝えなきゃいけないのはネガティブな情報なんですよ。でこれなんかナンパ誌とかでも有名な、よく読まれているリチャード・ドーキンスの利己的な遺伝子っていうのも書かれてていいですね。その中で書かれてるのが、その仕組みを利用して嘘をつく鳥がいるっていうことが書かれてるんですよ。つまり狼が来たぞって言ったらみんな逃げるじゃん。でそれをうまく利用して、狼が来たぞって言ってみんなチリチリに刺しといて、自分だけ餌を
独占する鳥が書かれてるわけですよね。だそうやって嘘かもしれなくてもやっぱり我々は反応してしまうみたいぐらいネガティブな情報に対する危機感みたいなのはすごい優先されるわけですよ。つまり我々現代社会でも例えば我々のそういう本能の仕組みをうまく使ってですね、ネガティブな情報の方が人に伝わりやすいっていう我々の傾向です、本能ですよね。それをうまく使ってですね、ニュース番組とかですね、もうネガティブな報道ばっか流してればいいんですよ。そうすると緊急性の高いネガティブなこと流すとみんな反応してる、視聴率稼げるんですよ。でそれ嘘でも OK なんですよ別に。だからコロナの時もよく指摘されてましたけど、何万人でやって副作用一人二人出ただけでメディアが騒ぐとそれめっちゃ視聴率取れるんで、まあ、とりあえず騒ぎましょうみたいな流れになってて、で例えばな、あの SNS とかのかまってちゃんとかもそうですよね。誰かしら反応してくれるんですよ。ネガティブなことを言うと必ず反応してもらえるというですね、それは我々のこうちょっと本能に根付いたやつですわ。はい、ナンパに話戻しますけど、なのでどんな面白いフレーズ、どんな面白いテンプラで声をかけても、その中にちょっとでも緊張してるだとか、ちょっとでもビクビクしてるだとか、気持ちが多少でも現れるとそこを敏感に相手は拾ってしまうわけですよ。こいつなんか声上ずってるし、キモみたいな。緊張ピリピリした感じが相手にブッて伝わって、その向こうもブッて緊張して。その途端も、そのナンパ自体全体をネガティブに感じてしまう。だからイケメンかどうかとか、話してる内容が面白いかどうか、もう全部ポジティブな要素で、全く女の方拾えなくなるんですよ。だからそのネガティブなのを拾っちゃうと、キモいって思っちゃうと、もう、こいつ全部キモいになっちゃって。でそれ感受性豊かな女の子もいれば、まぁ、ちょっと鈍い子も、メンタル鈍い子も、心に余裕あって、あ、こいつイケメン、キモいけどイケメンだなって思う子も中にいるけど、大抵は敏感に反応してこいつキモいって思うので、そこがナンパの難しいところであるんですけど、じゃあどないせいや中年って話じゃないですか。で対応は2つあります。1つは緊張してること、ビクビクしてることをポジティブに活用するってことですよね。誠実系、すいませんちょっとここでお見かけしまして、めっちゃタイプですみたいな誠実系の声をかけたすれば、緊張してるのはその子が可愛いからとか意識してるからっていう風に相手にポジティブに受け取られるじゃないですか。なのでネガティブな情報をポジティブ変換できるわけですよね。そんなに私のこと思ってくれたのかいな、こんなコミュ障でキモくなるぐらい緊張するぐらい私のこと思ってくれてるのかいなみたいな風にポジティブに解釈できるじゃないか、そういう風に言えば。だからそうやってうまく緊張を使うっていう作戦ですね。で二つ目は、まあ、内面では緊張してて表面的にはポジティブに、完全にポジティブにしてしまうっていうのがあって、いわゆる演技ですね。これって結構むずくて、まあ特殊な訓練するとか50人とか80人ぐらい声かけるとちょっとどっかで開き直ってそういうことができるようになったりするんですけど、それはまあ結構特殊な訓練をやるとあのみんな結構できるようになって、でこっちはおすすめですね。普段の生活でも活用できるんで、自分の内面緊張してるとかしんどい、今日疲れてるに関わらず表面だけポジティブにするみたいなあのスキルがあるんですよ。それをナンパで鍛えておいて普段の生活でも使うみたいな形にやるといいですよね。では感じです。ケイちゃん今日もありがとうございます。こうナンパはあまりにもハードルが高いので、生物学とか心理学とかそういう学問の本とか読んで一生懸命ナンパどうにかしようとしてるので、意外となんかねみんな一生懸命本読んだりしててね、こういう知識がですねいろいろあるんですよ。こういうのも興味あるなっていう人はですね、高評価コメントチャンネル登録もお願いします。どうぞ。